はじめましてはじめましてじゃありません。ウンスナバーはだいたい和え物、ピーナッツ和えとかチャンプルーでよく使うんですけど、トマト煮込み、葉っぱが大きいんですよ。だいたいチャンプルーとか和え物はみんなこう刻んでからやるけど、今風のウンスナバーの作り方をやっていきたいと思います。白菜とかキャベツとかそういう感じの感覚で使っていきたいと思います。この軸の方はもう速攻でみじん切りにしていきましょう。オリーブオイル、それとニンニクで、そこに卵巣の軸も入れます。下味に粗熱を取って少し冷まします。冷ましてるうちに今度は葉の部分を軽く色出しっていうか成形しやすいように、もう白菜とかロールキャベツと同じ要領ですね。お湯に入れて、で鍋の縁に円を描くように、これオール電化だからこうできること、ガスの場合は葉っぱが焦げちゃいますから気をつけてください。ハンバーグを作るようなイメージでやっていきます。これが玉ねぎで、玉ねぎとハンバーグだったらパン粉とかあるんだけど、ソフト食に近い状態にやるので、ミンチが1だったら具材も1にしないといけない。これは固まらない食材、これは固まる食材で、11でソフトな感触を持っていくっていう意味なんですよ。ご理解いただけましたでしょうか。豆腐と芯で1、合いびきが1で11なんですね。一応卵も入れましょう。ナツメグ、ちょっとした香り付けで、ウスターソースなり美味しさを呼ぶ調味料、割合があるんだけど、これはあくまでも下味です。こういう醤油、ウンスナバーは絶対若いのを食べないんですよ。お年寄りとかこういう時期に育った人たちのための今風の味付けで整えていきます。結構なトマトの量ですね。はい、ウンスナバー1枚、2枚、3枚、こういう風にウンスナバーを重ねていきましょう。ミンチを入れて、大きくするかちっちゃくするかとか、こうウンスナバーの大きさも考えながら入れて、外も巻いて、こうロール巻き、こういう風な感覚でどんどん巻いていきましょう。トマトによっても甘さ具合が違うから、トマトがどんだけ糖度が高いかっていうのを一回舐めて、その後にトマトピューレですね、トマトのピューレも入れて、あとオイスターソース、隠し味にこういう口を少しちょっとコトコトで締めていきます。もうあれから10分炊いてますね。ここで火を止めましょう。で、盛り付けに入ります。はい、じゃあ味見します。10分煮たんだけど、肉の味もやっぱりしっかりついてて美味しく出来上がってるんじゃないかな。これだけで十分いけると思いますよ。本日の営業は終了しました。またご覧ください。